はい、こんにちは。今回は音声別撮りバージョンで解説していきます。これはクリーンですね。僕はトレーニングの一番初めに、クリーンを必ず持ってきます。で、まあアップ代わり、トレーニングのねアップ代わりとしてクリーンをします。まあ、クリーンはでも3、4ヶ月ぐらい前に始めたのかな。はい、始めてまだそんぐらいしか経ってないです。まあ始めた目的は、まあ瞬発力向上ですよね、もちろん。まあ今までトレーニング結構してきてるんですけど、で体もまあそれなりに大きくなってきて、まあ結果も休息とかも出てきて、でまあちょっと頭打ちになってきたので、まああと一歩、まだまだあと一歩というか、まあまだは伸ばせるだろうということで、まあ最近取り入れ始めました。まあ今更って感じですけどね、正直。まあ、ボディービルダーとかフィジークの選手じゃないので、僕はやっぱり瞬発力を上げるっていうのはスポーツ選手にとって非常に重要なことなので、まあ、特に僕はピッチャーですし、はい、瞬発力向上は最近かなり意識してトレーニングしてます。でクリーンはですね、非常に難しい種目で、個人的にも、まあ、昔も何回か僕も挑戦してるんですけど、もう難しすぎてもう続かなかったんですよ。てかやり方が分かんなくてあんまりできなかったんですけど、ちょっと本格的にやろうと思ってかなり勉強してやり始めました。で毎日取り入れるようにしました、絶対で。そしたらなんやかんや意外と3、4ヶ月で80キロまで行きましたね。はい、ちょっとここまでいけるとは正直思ってなかったです。目標は、まあ、まあここまで来るとなかなか多分重量ってそんなすぐには伸びてくれないんで、まあ半年以内に100キロクリーンできるようになるが目標ですかね。100キロクリーンできたらなかなかだと思います。わかんないけど。でまあ僕は週5か週6ぐらい結構トレーニングするんですけど、なのでクリーンは週5か週6でやってるって感じですね。まあ、とにかくこの動作を体に染み込ませなきゃいけないので、まあ、そういう意味でもやってますし、まあ、やっぱり瞬発力向上って意味で、まあもう多分これからも絶対トレーニングのアップでやりますね。でクリーンをメインでやる日は、足の日です。うわ、今のめっちゃギリギリだったな。足の日ですね。足の日にクリーンをかなりやります。あとスクワットかな。でこの日はちなみに胸の日です。胸トレの日です。でこれはクリーン&ジャークですね。で最近やっとクリーンができるようになったので、このジャークも先週くらいからやっと取り入れ始めたんで、正直かなりぎこちないんですけど、探り探りやってるんですけど、まあなんとなしで60ぐらいやったらできるって感じかな。はい、ちょっとコツとかはまだ正直あんまりわかんないです。プッシュプレスの容量で上げてます。でこれがクリーンしてプッシュプレス、まあ、ジャークやってスクワットっていう連動した、まあ、サーキットトレーニング的な感じかな。これはね結構おすすめですよ。もう全身鍛えられるので、はい、こんな感じです。全身鍛えられるしマジできつい。これ結構おすすめですね。おすすめのサーキットですね。もう疲れてますよこれ。アップなんですけどね、まだ。やっぱ瞬発系の種目って本当にパワー使うんで、もう
なんとか頑張ってもう一回やろうって感じですよね。もうこの時点で4割5割ぐらいもう体力なくなってるんですけど、もう一回言いますよ、ちなみにまだアップ中です。これで終わりかな。うん、アップは重要ですよマジで。で、まあ、今日は胸の日なので胸の第一種目はまあ大体僕はベンチプレスですね。この日は高重量の日で、100キロ。でまあやっぱり一番最初に一番高重量扱える種目を持ってくるっていうのがベターだと思いますね僕は。ベンチプレスもね、ちょっと最近弱くなったなって感じですね。2年前ぐらいまでは120まで上げれてたんですけど、1年前かな、ちょっと最近も100キロ7回か。うん、で大体その次が、あ、ちなみに今は3セットぐらいやってます。で次がインクラインダンベルプレス、これが、胸の上部を鍛える種目ですね。胸は上部と中部と下部と3つに分けて鍛えます、バランスよく。でこれインクラインダンベルプレス、まあ、10回ぐらい、30キロ10回ぐらいですね。うん、これもね32とか34とかで前やってたんですけど、30キロ10回12回ぐらいで結構きついですもんね今。まあちょっと去年ね割と大幅な減量しちゃったんで、それは響いてると思います多分。もう疲れてますねかなり。はい、まあでもこれ2種目目で、まあ大体3種目やるんで次の種目で終わりなんで、もうちょっと頑張ろう。で最後が、ディップスですね。はい、これは絶対胸の日にやってほしい種目ですね。胸の下部を鍛える種目です。であとは前鋸筋っていうところが鍛えられるんですけど、この前鋸筋っていうのがね非常にちっちゃい筋肉なんですけど、結構投げる動作にかなり関わってくる重要な筋肉で、はい、ディップスやると多分投げる動作とかも強くなると思います。はい、これは割と必須種目です。でメインセットは40キロ荷重で、これも高重量をねできるだけ狙っていくっていう感じですね。5、6回ぐらいしかできないですけど。でまあなんて言ってたかな、まあ、とりあえずこんな感じかな。うん、大体3種目ぐらい、まあ、アップ含めて1時間ちょっとぐらいで終わります。僕は週5週6でやるんで1回のトレーニングも1時間ぐらいですね。でまあその後ストレッチとか含めて1時間半いかないぐらいかな。OK! 終わり。